菊川正成と言います。64歳です。あ、失礼、74歳です。五十両空手道協会菊川道場です。強くなりたい一心で、まあ、前々から空手の神秘的な強さですね。もう一発で殴って3年後に死ぬような打撃を当てるとか、いろんなオーバーな表現がいっぱいあったもんで、これは信じまして、自分もやってみようと思わないけれども、そのぐらい強くなりたいなということで、高校入ると同時にすぐ借りて始めました。もう主にというか、もう組手中心でしたね。自分組手で。もう最初私はもう素人なもんですから、先輩にどうしても勝てなくて、石垣の間をいつも血だらけになって、もう全身打撲で、状態で家に帰るという状態でした、毎日。まあ、日和田先生も正直先生も私は直に触れてませんので、もう先輩方からあの先生から聞いただけの範囲なんですが、うちの50を得る者にとってはもう神様みたいな存在であります。明月正尊先生の教えはあんまり質問をしない、先生から教わったことを何回も何百回とにかく繰り返し、それでも分からない時に質問するというふうな、どこに稽古もしないで質問ばっかりするやつにはちゃんとした教えをするなと、教えるなと、僕らにも対してもあんまり細かいことは言わないですね。基本を教えて、これを自分で繰り返して、自分に合った技の体得の仕方、頭で覚えるんじゃなくて体得する、体に叩き込むという教えが徹底してました。そういうことが、まあ、思想者の場合は抜き手とか、あるいはまた特別な技としては相手の腕の関節を折る技ですね。そういうふうな技が入っております。こうして受けて捕まえて、この体を避けながら受けて流して、相手を崩して、それでこうやって1これですね。小程度のやっぱり柔らかいでしょ。これは顔面硬いですから、こう取る、これだと。これだったらこう、ここで硬いので手の方が負けてしまう。小程度だけじゃなくて、抜き手も入ってるんですよ。親指もこう、この技の中に。技もやっぱり柔らかいところ。柔らかいところですね。柔らかいところを使い方があるわけです。やっぱり相手の攻撃のあれによって、技のあれも使うというか。これですね。これ長中間使うと、僕なんかのも稽古の仕方は、まず基本からですね、一歩一歩やるんですよ。僕らも入門したら最初は突きからこれと、まあ、蹴り受け、これだけですよ。もういくつぐらいはもうこればっかり来たら、もうずっとこればっかり先生が見て肩を教えなさいと。そうですね、スーパーリンペまで行くにはもう14、15年かかったんじゃないですかね。これだけの方で先生から手取り足取り教えられたのはスーパーリンペだけです。もうあんな嬉しいことはないですよ、はいはい、先生は簡単に教えないですよ。23歳、4歳の時に警察に入りまして、まあ、警察官は全て、まあ、空手だけじゃなくて柔道、剣道、武道は絶対必要だと思いますね。集団乱闘とか冷静に対応できるというのはするというのは、やっぱり自分のある程度の武道の心がないと冷静に対応できません。そういう意味で僕は非常に助かったと思います。
道場でうちの会員の皆さんと一緒にこう楽しく、これがもう楽しくてしょうがないという時代ですね。で今の空手はもうみんな年配の方が多いんで、まず体を鍛える、健康維持ですね、いい状態を維持するという、そういう稽古を中心にやってます。で空手自体が護身ですよね。こっちが積極的に相手を殺しに行くような武道じゃないんですね。日常生活の中で襲われた時にいかに身を守るかというのが、精神もそういう状態ですね。やっぱり人に危害を加えない、人を大事にするという、気持ちがだんだんこう自然とこう芽生えてきたような気がします。これを受けで相手膝を折ると。落とした反動でこう力抜けないで、その反動でこう、ここで遊ばせないで、その反動でする。しかし肩の中では止めるんですよね。止めてこうして。こうして作りこいですよね。ただこれかもわからないし、これかもわからないし、いろんな技いっぱいありますから、その時に応じた技をこう出すという感じで、こう反射的にそこまでだから、もう分解練習というのは本当にやらなきゃいけないんです。で、体自体は人に見せるためにやるもんじゃないんですよね。そういう技を、相手を殺す技を見せてこう自慢するとか、そういうもんじゃなくて、特に今の体も自分を鍛える、自分の精神を鍛えるというあれですから、そういう意味で、というはもう、派手さを求められるというよりは、本来のこの地味な空手ですね、この基本をしっかり守って、言葉を変えれば伝統の空手ですね、これをしっかり守って、じっくり腰を据えて、本来の空手を続けてほしいと思います。